皆さんこんにちは、みずきです。今日はいつも皆さんが見てくださっているおかげでイプサさんとのタイアップ Vlog となります。いつもありがとうございます。素肌を美しく整える秘訣がたっぷりなので、ぜひ最後まで見てください。天気がいいのでお散歩に来ました。青山にあるシェアグリーンカフェです。もう寒いのでアールグレイホットです。みちゃん、みちゃん、あったかいね。あったかいですか？はい、ということで私は今赤坂の方にやってきたんですけど、今日はこの後何をするかと言いますと、イプサさんで、自分では気づけない肌の特性を知ることができる素肌ジャーニーイベントというものがあるみたいなので、今日はこれからそのイベントを体験しに行こうと思います。素肌ジャーニーのイベントでは、イプサが素肌に向き合ってきた37年間の歩みとともに、皆さんが素肌に向き合って素肌から自信を作れる旅の出発地点やきっかけになれればと思って、はい、本日この時間設けさせていただいておりますので、よろしくお願いします。お願いします、はい、こちらがアジア中心のグローバルカウンターになっています。ここで店頭のディスプレイだったりとか、ショーリングの検証などをするスペースになっています。出た予定も断っちゃった。はい、では今から肌チェックをしていただきます。今日はそのイベントでも肌と向き合う素肌の状態を知るっていうところが目的のものになってくるので、実際測定させていただくのがスキントータルコースといって、総合的に肌状態を確認できるコースでさせていただきますね。測定にあたってこちら生年月日の入力をお願いいたします。気になってることは乾燥と赤み、頬の赤み。カメラを鼻に当てて測定していきます、はい、ドアップで自分の肌をうわー、これはいい状態なのかも。君も細かくていらっしゃるので毛穴もちっちゃいし、本当ですか、とてもつるんとされていらっしゃる状態だと思います。何ですかこれ。これは皮脂の分泌力を測定しています。どうなの、とてもいいんですか、はい、いい状態だと思います。水分保持力に関しては少し今水分をとどめるのが苦手なところではあるんですが、基本的に右に行けば行くほど良い数値っていうところが中心のデータにはなっているので、針弾力も66でいいですし、角層も63で良い、で透明感も60あるので、全体的にはとっても滑らかで明るいような状態かなと思います。よかった。綾山さんが一つ苦手なのが皮脂分泌です。皮脂分泌力50のうち4ってことですか。そうです。やばいですねちょっと低めです。でも、皮脂の分泌力ってもう多すぎても少なすぎてもお肌に負担があるんですけど、皮脂膜って言って肌表面に皮脂と汗だったりだとか、そういうのが混ざって天然の保護膜を作る効果があるんですが、そちらを作るのが苦手な肌だと思ってください。なので皮脂分泌力が弱い方はやっぱり乾燥だったりとか、ね、外の影響を受けやすいっていうのがあるので、しっかりと適切な皮脂膜っていうのを作るようにサポートしてあげて、潤いをとどめながらも守るお肌ができるっていうところまで導いていただくっていうのが一番おすすめです。はい、じゃあ測定終わった後に合うスキンケアで、はい、実際ご紹介させていただきながら、お顔だったりとか、あとのお時間ない方でしたらお手元とかでご紹介をさせていただいています。拭き取り自体は種類が
肌状態に合わせては選べできるんですけど、特に乾燥が原因の肌表面が硬くなりやすい方用のものを使っているので、はいはい、結構シワ感もしっとりしっとりしてますよね。こちらに今もご愛用いただいているアクアの化粧水で、はい、水分補給をたっぷりしていきます。赤みが気になりやすいところって、はい、ちょっとほてりだったりとかが発生しちゃうやすいところになると、うんうんうん、そこがまた乾燥につながりやすくなるので、はい、ホットンバッグとかしていただくのもおすすめなので、こんな感じで、ここですよね、ここです、ここですよね。あ、これしよう、私もひんやりしたかなくらいまでやっていただくのもおすすめです。やります、これお家でここに ME です、うんうん、ME 自体は3プッシュコットンに含ませてつけていきます。乳液状なんですけど、馴染みにはとってもいいので、つけた後に全体に馴染ませていきます。気持ちいい。最後にハンドプレスでギューッと押さえていただくと、すっごい気持ちいいので。あ、本当だ。すごい、ぐんぐん肌に入って、馴染んで、うん、ですけど、いいですか？もちもち。よかったです。ここがアーカイブルームになってるみたいなので、今から入ってみたいと思います。オープン。わあ、すごーい。ここがですね、はい、1986年 の、 創業時から歴代の商品やビジュアルなどを大切に保管してアーカイブしている場所になります。この目の前にあるのがですね、1986年創業時から販売しているアイテムの化粧液 ME になります。イプさんのカスタマイゼーションの考えを体現する商品になっているんですね。で、当時から肌測定やカウンセリングを通じて複数種類あるアイテムの中から一人一人にぴったり合った一本をご提案するというコンセプトが変わらずに、現在が9代目の商品、ME になって受け継がれております。はい、そうなんですよ。カウンセリングと肌測定をしていただいて、私の肌に合ってるアイテムはこちらみたいです。じゃーん。では素肌イベント、はい、ソージャーニーのイベントに参加いただいた方にお渡しする、はい、プレゼントになるので、ぜひご自宅で使ってください。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということで素肌ジャーニーのイベント終わりました。カウンセリングと肌測定をしていただいて、自分じゃ気づけなかった肌状態のことだったり、お手入れ方法をしっかり教えていただいたので、今日からまた頑張りたいと思います。洗顔終わりました。今日はイプサで肌測定を受けてきたんですけど、イプサライダーでお肌を測定して、さらにカウンセリングで自分のなりたい肌に合わせてぴったりのアイテムをゲットしてきたんですけど、それがこちらです。イプサの化粧液、化粧水と乳液が1本になっている化粧液 ME というものなんですけど、ちなみにこの私が受けた測定はイプサの店頭でいつでも受けることができます。そしてこの化粧液 ME なんですけど、この ME は保湿、美白、ハリケア、肌荒れ防止が1本でもケアできるアイテムです。ME の中では番号があるんですけど、私はこの8番が自分の肌にぴったりということで、今日は8番を使ってこれ1本でケアします。この ME は全部で16種類あるので、必ず自分の肌にぴったりなアイテムが見つかります。そしてこのつけ心地なんですけど、コットンでつけててもベタつかずにしっとりしてるので、これからの季節にぴったりだと思います。はい、ということで皆さんいかがだったでしょうか。私が今回参加したイプサの素肌ジャーニーイベントは、イプサの一般初公開の特別空間で、肌の個性が分かる素肌測定をした後に、自分の肌に合っ
った化粧液 ME と洗顔料がもらえて、自分だけの美容法を知ることができます。このイベントは期間限定で抽選で参加できるみたいなので、皆さんもぜひこの機会に応募してみてください。そしてイプサの肌測定はイベント以外でも店頭やスマートフォンでできるオンライン肌測定でも気軽に体験することができます。自分の素肌の特性からぴったりのアイテムを知ることができるので、まずは自分の素肌を知るところから皆さんもぜひやってみてください。私も今回イプサの測定カウンセリングを受けてみて、今まで知らなかった自分のお肌の状態のことを知ることができたので、またこれから頑張ってケアしていきたいなと思います。ということで今日は最後まで見てくださりありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。